に弁護士カフェ、この時間は琴に赤月法律事務所、長友国際法律事務所の提供でお送りします。こんにちは。今日のパーソナリティは弁護士の長友貴則です。どうぞよろしくお願いいたします。琴に弁護士カフェは札幌市西区琴にの弁護士事務所琴に赤月法律事務所と長友国際法律事務所の弁護士によるラジオ番組です。ラジオをお聞きの方は弁護士にどういうイメージをお持ちでしょうか。相談すると大事になるのではないか、もしかしたらたくさんお金がかかるのではないか、そんな訪問しづらい印象をお持ちではないでしょうか。琴に弁護士カフェは地元の弁護士として地域の皆さんにもっと頼られる存在になりたい、そんな思いからスタートしました。どうぞ15分間お付き合いください。改めまして、長友国際法律事務所弁護士の長友貴則です。今日もよろしくお願いいたします。アシスタントの加藤です。本日もよろしくお願いいたします。はい、はい。前回は、チャット GPT のご紹介をしながら AI の利用に伴う法的な問題などについても長友先生にお話をしていただきました。はい、チャット GPT ですね、とても便利な機能ですが、はい、学習データの元や生成のプロセスが明らかでないために、著作権侵害やプライバシー侵害などが恐れがある場合があるので、あまりその機能を過信してはいけない、慎重に使うことをお勧めしますということをね、前回の放送でもお話しさせていただいたと思います。はい、そして前回のラジオでも少し触れたのですが、今回は特に画像生成 AI についてちょっと深くお話をしていきたいと思います。はい、画像生成 AI では特に著作権について問題になっているんですよね。うん、その AI が作った画像が別のアーティストの方の写真や絵画にそっくりだったという事例が多く多発してまして、アメリカでも訴訟になっているケースがいくつもあるんですよね。うん、そうなんですよね。で、はい、その今加藤さんおっしゃったその画像生成 AI、単に言葉ではなくね、画像というかイラストとかそういうのを生成する AI なんですけど、そのツールもいくつかありまして、有名なのがイギリスのスタビリティ AI という会社が運営するスティーブルディフュージョンというものだとか、チャットサービスであるディスカードというところを通じて使用できるミッドジャーニーなどですよね。はい、はい。じゃあ今日このラジオでお話しすることになったので、私ちょっと初めてこの画像生成 AI、うん、今お話先生から名前が出たこのステーブルディフュージョンというツールのドリームスタジオというやつをちょっと試してみたんですけど、うん、本当にちょっと先生には事前にお話してたんですけど、本当に結構すごいんですよね。うん、既存のこう自分の画像をこうアップロードすることもできるんですけど、こうテキストの指示で、まあ、こういう画像っていうのをこう指示することで、それでその画風もこう写真風だったりとかこうアニメ風みたいな、うん、15種類以上から選べて、本当にこうクリック一つ数秒で画像を作ってくれるんですよ。うん、でさらに、まあ、こういう要素は避けたいみたいな、そういう指示もすることができるんですよね。うん、先生も使ってみました。うん、はい、使ってみました。ですごいもうびっくりしてます、本当に。すごいですよね。はい、うん、で、あれなんですかね、テキストとかは英語で入力しなければならないわけですよね、これね。うん、うん、まあでも翻訳ツールなどもね、今たくさんありますし、使い方ね、分からなければ誰でもすぐにまあ、使用できるかなと思います。まあ、ちょっとね、これ加藤さん、画像ね、ちょっとお見せできないのは残念ですよね。はい、うん、で、まあ本当にね、クオリティが高くてびっくりしてし、まあブログにね、掲載したいとは思っていますので、その時またぜひ見てほしいですよね。うん、はい、本当にこんなクオリティのこう画像が数秒で作られるなんて本当にすごいなと思いまして、もうこれまで例えばこういう画像が欲しいとか、写真を撮ったり絵を描いたりってそういう必要があったんですが、本当にもうちょっといらなくなってしまう可能性もあるんじゃないかなって少し思うぐらいでした。もちろんこれはその AI が作った画像なので、もともとその学習元になっているデータが存在するんですよね。うんうん、そしてその問題になっているというのが、まあ、場合によってはそれが過去に誰かが撮った写真だったりですとか、まあ、作った作品にこうそっくりになってしまうっていうケースがあるっていうことですよね。うんうん、はい、
そうだね、あの実際にあの自身の作品とそっくりの画像があの AI 生成画像として出回っていることがね、まあ、こういうのが見つかるなどして、まあ、アメリカではね、まあ、これすでに訴訟裁判になってるんですよね、うん、で例としては、まあ、複数人のアーティストがあの作品の著作権を侵害されたとしてあの集団訴訟を起こしてるんですよね。またあの写真画像を販売している企業もですね、あの同社がその会社が所有している数百万枚もの画像を無断で学習に、まあ、AI 学習に使用されたとして著作権侵害で、まあ、提訴してるんですよね。でいずれもその学習元のデータの取り扱いと生成された画像が、まあ、二次創作物に該当するのかと、まあ、要するに著作権を侵害しているのかというところが、まあ、争点になっているようなんですよね、うん、ありがとうございます。そもそもその著作権というものについて一部あの以前からこう誤った認識を持っている方もあのいらっしゃると思うんですが、うんうん、例えばこの無料でウェブ上で公開されているからといってそれが著作権フリーというわけではないんですよね、うん、例えばこうウェブ上や SNS で誰かの作品として誰でも無料で見られる状態になっているからといってそれを第三者が自由にこう使っていいというわけではないんですよね、うん、まあ、そういった面ではこの使用についてあの著作者の許可が必要になるのですが、この AI が学習に使うというのも著作権の侵害になるんでしょうか、うん、ね、これ本当にあの大事なことなので、はい、皆さんあのしっかり今日聞いていただきたいんですけど、うん、その例えばね、特にあのプロの写真家の方が、まあ、サンプルでほら写真を販売ネットでするのに、うんうん、サンプルで、まあ、写真をウェブにアップロードされている場合ありますよね。で、はい、それをね、あの無断で自身のサムネイルなどに使ってしまって高額の損害賠償金を支払ったというケース、まあ、私自身も取り扱ったことがありますし、そういうケースがあるんですよね。でそうなるとね、 AI が使う場合も同じように問題になると思うんですよ。例えばあの私たちが美術館などで絵画を見ますよね。それはあの自分の頭の中に記憶としてインプットしただけなので著作権侵害とはにはならない、そういう場合にはならないですよね、うん、しかしそれを元にそっくりな絵をさも自分が生み出して描いたかのように公開したら、うん、これは問題になりますよね。つまり記憶としてインプットすること自体は問題にならないのは当然なんですけど、それを何らかの形でアウトプット、この場合は画像生成ですよね、その要素がアウトプットに反映させてしまう場合によっては元の画像に酷似してしまうと、あの著作権侵害の可能性があるということなんです。あの著作権侵害のこの法律的な要件というのが実はありまして、作品がね著作物であるということをまあ前提としまして、あの大事なことは1類似性で、2番としてあの依拠性というものがあるんですよね。で類似性とはその言葉の通り、あの既存の著作物と同一または類似していること、まあ、例えば、まあ、あのなんとか風とか丸々風といったアイデアや表現方法でなく同一またそっくりの創作性が感じられるか、まあ、そしてそれがありふれたものではなく明らかに独自の特徴として類似しているかというところがポイントになってくるんですよね。でそしてもう一つの依拠性というのは既存の著作物に接してそれを自己の作品の中に用いることを言うんですよね。で、まあ、これに対してですね、既存の著作物を知らずにたまたま偶然に一致した場合に過ぎない場合はね、この依拠性という要件を満たさないと判断されるんですね、うんうん、しかしあの画像生成 AI の場合これどうなんでしょうね、うんうん、まあね、もう本当に人間では数え切れない数々のデータを学習している時点で、まあ、既存の著作物を知っているということが前提当然になりますよね。でそれをもとにあの画像を生成してますので、まあ、これは依拠性があると言えるんでしょうね、うん、はい、つまりその学習段階での著作物の利用行為というものとこの生成されたものでこう類似性依拠性があるかどうかという生成後の段階とこう一言で著作権の侵害といってもこう種類がこう分けて考える必要があるみたいですよね、うん、もうその通りなんですね、はい。であの裁判訴訟でもね、まあ、ケースによってどちらかもしくはどちらも争点になるわけですよね。でその AI が生成した画像の著作物についても
取り扱いが今後問題になってきますよね。でこのまあプロンプトを入力、まあ、あのプロンプト、あのあれですか、命令を入力して生成した人の著作物になるのかということなんですけれども、これをそのまあ難しいですけれども、まあ例えば使う人が AI を単なる道具として使ったかどうかということが一つポイントになると言われています。例えば皆さん今はほら小説とかなんかレポートとか書くときにそのね、まあ Apple だとか、まあ、MacBook とか Microsoft のワードを使って、そういうソフトを使って書き上げたとしても、それはそのそういったパソコンだとかアプリを単にツールとして使ったに過ぎないわけですよね。でこれもあくまで書くための道具というふうに言えるわけですけれども、で同じように何かの創作の過程で AI を使ったとしても、そのツールの機能そのものというよりも、まあ、その人の創作意図また創作的寄与があったかという点で著作物になるかどうかが判断される、まあ、これねちょっとまたね詳しいことはブログで書きたいんですけど、はい、要するに AI で生成された画像の場合、単に AI に任せて画像を生成したのではなく、その AI を利用した人の創作性がどこまで認められるのかというところがねポイントになってくるわけなんですよね。でもともと出来上がった画像を選んだり誰が使っても同じ結果になるような場合は、まあ、これはもう創作性があるとは言えないですよね。でたとえ、まあ、その反対にね、たとえ AI を使ったとしても、その使った人の創作意図があって創作者として関与している場合は、 AI の生成物もその使った人の著作物として認められるというふうに言われてるんですよね。まあ、ただ今後も AI がねどんどん進化していくことを考えると、この AI と著作権の関係もねまだまだね、まだ決まったものではなく、今後もね変わっていくのではないかと思っております。はい、はい、ありがとうございます。今日本当にちょっと盛りだくさんですごく興味深い内容だったので、またもうちょっとこう部分的に細かく、深掘りしてお話できたらいいかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、さて本日は AI と著作権の問題ということで、特に画像生成 AI についてお話をしました。ことに弁護士カフェでは地域の皆さんからの法律に関する疑問、身近なお悩みをお待ちしております。誰かに聞いてほしいな、こんなこと相談してもいいのかなと考えてしまうことがありましたら、もう相談のサインです。揉め事になる前にぜひご相談ください。ことに暁法律事務所の小野明義先生、長友国際法律事務所の長友孝則先生がお話を聞かせていただきます。番組宛にどうぞファックスかEメールで受け付けます。ファックス番号 011-640-3331、 メールアドレスは request@sankakuyama.co.jp でお待ちしております。ね、この加藤さんから教えていただいた、はい、ドリームスタジオ、もうね実は昨日面白くてもだいぶ使ったんだよねなんかちょっとこう魔法みたいな楽しさがありますよね、うん、こう文章がこう視覚化されるっていう、そうですよね。で、まあ、私も著作権侵害にならないように気をつけながら、はい、使ってみたいと思います。はい、本日のことに弁護士カフェは、長友国際法律事務所弁護士の長友孝則とアシスタントの加藤がお送りしました。はい、ありがとうございました。弁護士の小野明義です。弁護士法人ことに暁法律事務所では、分かりやすく親切にあなたのお悩みをしっかりと伺います。私、小野明義と小野博道、馬場幸喜、3人の弁護士がそれぞれの強みを生かして問題解決へサポートいたします。西区ことに1条6丁目西区役所向かい、ことに第一ビルディング3階、電話624-0055、番組ことに弁護士カフェも放送中です。西区ことに暁法律事務所で検索。ことにの頼れる弁護士、長友孝則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、離婚などの家族の問題、国際ビジネス、知的財産もお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったをよかったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
に弁護士カフェ。この時間は、琴に暁法律事務所、長友国際法律事務所の提供でお送りしました。